巻いた、ここ巻いた後に持ち上げるだけ、うん、ほんなら結局ここからここまでのスパンしか上がってないよね、軸がこんだけしか飛んでない、うん、んで一番やりやすいのはこのハンドルを飛ばすときにちょっと 上に曲げて、でこれをこのハンドルをこっちに引っ張る。だからみんな竿を上げようとするんだけども、そうじゃなくてハンドルを引っ張り上げる。いくよ、竿を上げるとこうなるんやけど、ハンドルをちょっとこうして持ち上げるとこうなる、うん、ほんで一番みんながまっすぐ向いたままこの飛ばしをしようと思ったら、こんだけしか体が回らへんから、こんだけしか竿が上がらへんんだけども、ちょっとハスになってここで構えるとここまでいくね、うん、今のちょっと行き過ぎだけど、こういう感じで、こういう感じで、うん、だから引っ張ると同時にこう体が回るよね、ハスに構えると。まっすぐに構えるとここまでしか行かへんのが、ハスに構えるとこう腰が入るから、それでそうやって飛ばしていくんやけども、ハンドルをちょっとこれ、ここはこれをこんだけ変えるだけでやっぱり全然違うのと、これ乗り合い線とかやったらやっぱり横にもお客さんがおるから、要こうする人とかを横にやっぱ危ないし、やっぱりこれを上に上げる、こう上に持ち上げるようなイメージで、だからそうやったらこの人をこうここに引っ張り上げてあげる、こういう風に、うん、で横にお客さんがおっても、うん、きっちりあのワンピッチの後にこう飛ばせれる、うん、っていうような感じで一回やってみて。